アワシ駅駅は、富山県富山市アワシ町三丁目にある、富山地方鉄道富山高線の駅である。駅番号は C31。富山高線の富山ライトレールへの経営館に、あたっては、当初より複数の新駅を設置することが計画されていたが、2003年11月27日の、富山市議会建設委員会における、富山高線路面電車加検等委員会の、 中間報告においては、富山市千代田町付近等に新駅を設置することが提案された。これによって事業計画は進められ、2005年2月18日に富山ライトレールは国土交通省より新駅設置の認可を受け、2006年4月29日の富山ライトレールと山高線の開業とともに当駅が新設された。 当駅等を含む新駅の開業によりそれまで、富山高線の駅間距離は平均888メートルであったが、富山ライトレールへの移管開業後は546メートルとなり、土井安市販はこれを利用者が駅に一層アクセスしやすくなる施策と評価している。駅名については、駅名名権の募集によって、大阪やショップに優勝状とされ、淡島駅と命名された。 格好書きとされたのは、富山県内の複数店舗を有する大阪屋ショップの名称のみを用いると混乱を招く可能性があるとされたための措置で、学識者や地元代表者からなる新伝帝名称選定委員会の検討を経て決定された。これにより大阪屋ショップに対しては命名権の販売価格を減額した。富山ライトレールは駅名について当初、正式名称を 淡島駅とし、淡島駅は利用者向けの名称として用いると発表していた。しかし開業初年度の鉄道要欄の掲載路線図には、括弧付きの淡島駅と記載され、実際には括弧付きの駅名表記が広く用いられている。なお、当駅の駅名表では漢字表記を淡島としつつ、読み表記は淡島淡島のみとするレイアウトとなっており、 ッコ付きでない表記が使われている事例の一つとなっている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。交換可能駅であり、下り線が直線となっている。ホームは低床ホームとなっており、旅客和や等の設備が設けられている。富山ライトレールと山高線の各駅及び各停留場においては、各電停の旅客和や壁面を個性化壁と称して、 駅周辺の文化や歴史を伝える衣装を施しているが、当駅においては宮田博美映画デザインを手掛け、不眼運河がモチーフとなったイメージグラフィックが掲出されている。当駅における個性化壁の共産企業は大阪やショップである。当駅東側には大阪やショップ和,和島店の駐車場が広がっているが、この駐車場は同店において、 所定の商品券を購入すれば、パークライド駐車場として利用できる。近年の1日平均乗降人員は以下の通り、ありがとうございます。